弁当いらないんですか？慎太郎様、やっぱり私のこと嫌いになってしまったんでしょうか。私学校向いちゃダメです。わかった、弁当持ってくから。ありがとう。早く帰ってきてくださいね。あれ、慎太郎弁当じゃん。今朝生き倒れのおばあさんを助けたらお礼にくれたんだよね。さっさと食べよう。慎太郎って、めちゃめちゃ腹減ったな。絶対今の女の子が作ったお弁当だよね。